熊高にね、まあ、甲子園出場っていうね、まあ、甲子園っていう球場でね、しっかりプレーをするっていうことはね、一つの目標でもあったと思うし、ね、まあ、甲子園で終われるっていうのはね、なかなか難しいことだ、ね、ただね、そこでまあ、胸張ってね、プレーできたし、ね、今後もね、しっかり糧にしていく。不思議に思うんだ、なんでこんなに夢中なの。ざっとどれだけの時間をここに費やしたろう。はい、お疲れ様でした。はい、まあね、甲子園以上どこやったかな、ね、まあ、なかなかこう一試合ね、こう甲子園球場でこう一試合終わるっていうのはすごいもったいねえなってね、まあ、みんな思ったと思うね。まあ、この1試合でね、君たちをこう評価するのはすごく酷っていうかな、まあ、やってきたことはしっかりね、いろんなことやってきたし、ね、まあ、最後まで出してくれたっていうね、まあ、この、まあ、みんなのね、ご褒美でもあるし、ね、まあ、甲子園に出場することによって、まあ、いろんなね、こう素晴らしい出会いもあったし、ね、また一つ、まあ、この甲子園大会だけじゃなくてね、県大会を通して、まあ、いろんなね、人としてね、野球選手としていろんなこう成長がね、できたんじゃないかなって、ね、思う。さっきも言ったけど、この1試合だけじゃなくてね、まあ、高校野球通してね、いろんなことを学んだと思うし、ね、まあ、これからね、まあ、どういう生活を送っていくかわからんけれども、まあ、すごいね、今日の応援もね、感動させてもらったし、まあ、熊高のね、まあ、底力っていうか、ね、そういったものをこれもね、合わせてすごく感じたし、ね、高校入学するときに熊高にね、まあ、甲子園出場っていうね、まあ、甲子園っていう球場でね、しっかりプレーをするっていうことはね、一つの目標でもあったと思うし、ね、まあ、甲子園で終われるっていうのがね、なかなか難しいことだ、ね、ただね、そこでまあ、胸張ってね、プレーできたし、ね、今後もね、しっかり糧にしていく、ね、やっぱ甲子園球場でやるっていうのはすごいこうやみつきになるっていうか、ね、あそこで1試合すごくもったいないなって本当に思った、ね、ああいうチームに勝たんとっていうところはね、1、2年生も覚えとってもらいたいし、ね、まあ、3年生もね、正直映像の想像以上だったよな、まあ、俺自身もそう思ったし、ね、はい、ただまあね、あそこで躍動して、躍動しとる姿はね、すごく誇らしかったし、ね、胸張ってね、本当に帰って。